サンバルケということで、有村康弘さんどうぞ。はい、皆さんこんばんは。今日はですね、1週間前ぐらいにですね、話をしてくれということで、私は住宅会社やってるんですけど、今日は住宅の話は全くしないということですね。これ全席っていうのは、今日はライザップのお話をこれ私の人生の全盛期で、今よりちょっと痩せてた時の話ですね。で、社会人になってからですね、いろんな食べ物が美味しすぎて、食べすぎて、だいたい20キロぐらい太ったんですよ。はい。やっぱりね、社会人になるとお金がやっぱり使えるので、いろんなものを食べまくってですね、太ってしまいましたという、写真でございまして。で、ライザップにただ行く経緯としてはですね、健康診断で、お医者さんにですね、このまま君の年齢でそういうことやってると、死ぬよって言われたんですね。真顔で健康診断で死の宣告をされるってなかなか経験ないと思うんですよ。私本当怖くてですね、これは無限化せんといかんと思ってですね、それで門を叩いたのがライザップさんだったんですね。はい。もうこれ以外方法はないだろうと、まあ、自分を戒める意味でもですね、まあ正直高いんですよ、お金めっちゃかかるんですけど、まあお金を出すことで自分を戒めようと思って行ったわけなんですね。はい。で、このライザップ、皆さんどんなイメージがあるかわからないんですけど、かなりきついです。ただ結果的にはですね、4ヶ月通って20キロ落ちました。おー、そう、やればできるんです。こんな僕でもできましたシリーズでですね、今日はこのライザップのお話を、じゃあ具体的にどんなことをしたのかというですね、お話をさせていただければと思うんですけれども、本当もうビフォーアフターですよね。本当分かりやすい写真なんですけど、基本はこういうトレーニングジムで、パーソナルトレーニング、要は1対1でトレーナーさんと運動します。で、これを週に2回、1回のセッション50分ですね、これを4ヶ月続けたという感じです。で、トレーナーさんは男でした。ただ男と女、まあ、どちらも選べるんですね。はい。で、普通の皆さん結構なんで女性選ばなかったのかとか言うんですけど、それまた後でご説明しますが、で、これが運動のですね、メインのビッグスリーと言われるベンチプレス、デッドリフト、スクワット、この3つを大体、もうくたばるまでやるみたいな感じですね。はい。でも褒められるんで、うまいですね、いいですよ、そう、ヒップが持ち上がってますとか言われるんですね。やっちゃうんですね。で、これはですね、女性トレーナーもいて、体験で女性トレーナーやってもらったんですけど、あまりにもきつすぎて次の日ぎっくり腰になったっていうですね。女性トレーナーをしたい人は気をつけてください。危ないです。しごき方が半端ない、遠慮がないからですね、もうとてもとてももっと大変だったりということですね。あと食事についてなんですけど、基本ライザップに入会しますと、こういうアプリを、専用のアプリをダウンロードしまして、1日3食食べるご飯を全部報告しないといけない。で、何を食べたか報告して、それに対してコメントが来るんですね。これは食べちゃいけませんとか、こういうのもっと食べてくださいとかですね。まあでもなかなか難しいんですよね、食べるものが結構決まってるんで。で、基本この糖質制限、こんな、これ僕の大好物の食べたんですけども、これ一切ダメですよ。4ヶ月間これ食べなかったんですよ。地獄の苦しみですね。とんでもない。カレーとかやったらですね、もう何も食べれないですよ。なんで、ただ牛丼は、まだやる、ただおやつは OK っていうのがあってですね、空腹感を感じちゃいけないっていうのがあるんですね。空腹を感じると糖質を基本取らないので筋肉を分解してしまうというのがあるので、基本満腹感を感じ続けないといけないので、チーズとか特にこのアーモンドをおすすめですね。このアーモンドをいっぱい食べる、それも味付けじゃないですよ、普通の素焼きアーモンドを食べて、何本飲まれました。で、さらに大事なのはこのプロテインですね。普段の食生活よりもタンパク質をかなり多く摂取しなさいというふうに指導がありますので、お肉とかお魚だけだとかなり限界があるんですね。なのでこのプロテインを飲んでました。一番おすすめなのはバナナ味ですね。これポイントです。美味しくないのもともとで、その中でもですね、やっぱ大変なんですけど、そのコロナ禍で、この2つの食べ物が私のこのライザップの期間を支えてくれました。糖質ゼロ麺とふすま食パンです。ふすまパン、いわゆるローソンで売ってるブランパンみたいなやつですね。これ鹿児島で唯一売ってるお店があるんですけど、この2つのおかげで、まあ、なんとか乗り切ったかなというところでございます。で、このブラン食パンについてはカットして冷凍して毎朝食べてました。で、こういう感じでサンドイッチにしてですね、食べるんですけども、これ鹿児島で唯一作ってるところが実はありますんで、もし聞きたい方は後ほどご紹介しておきます。あ、私バッグとかもらってません、ね、でも本当にこれ美味しい薄まパンです。薄まパン普通美味しくないんで、
で、あと糖質ゼロ目についてはこういう、まあ、基本鍋料理が多いです。食事食べるのは鍋が簡単なんで、この、鍋の締めとしてこの糖質ゼロ目を食べると、まあ、ちょっとラーメン食べてみたいな感じでこうなんか救われるんですね、心が。ラーメン死ぬほど好きなんで、はい。で、まあ、それだけにかけらずですね、私この糖質ゼロ麺を常に持ち歩いてまして、これタルミズフェリー の、あのうどんなんですけど、うどん頼んでうどん捨てて糖質ゼロ麺を、さらに高価な技術を身につけると、お店にこれ韓国料理屋さんなんですけど行って、キムチチゲの麺を捨てて糖質と切り替えるんですね。馴染みの店でこんなことができる、最低限これしないと死んじゃう。はい、で、ですね、その頑張りが認められて、私去年ボディメイクグランプリってですね、ライザップの九州大会に進出することができまして、頑張ったんですよ。まあ、見てる人は見てるんですよね。本当にありがたかったんですね。ただですね、これ普通のボディビル大会とか違って、どれだけビフォーアフターがすごかったかっていうのをやる大会で、面白いのはただ体見せるだけじゃなくてスピーチもあるんですね。ただ私ちょっと勘違いしてて、受け狙わないといけないのかなと思ってちょっと沸かせたんです、会場を。趣旨が違ったみたいですね。お涙頂戴的な話をしないとダメだって、はい、ボロ負けしました、はい、残念でしたね、本当に。で、終わった後ですね、終わった後、いや、写真で食べたんですよ、これ4ヶ月前に食べた写真ですよ。これね、面白いのは、この糖質制限すると味覚が変わります。今まで感じなかったんですけど、薄味でもめちゃくちゃ美味しく感じるし、まずいのは食品添加物の味がするんで、味の味覚がかなり、あ、これでですね、結果的にですね、美味しいものがより美味しく感じるようになったんで、ちょっとリバウンドしちゃったってですね、話なんで、はい、なかなか難しいんですけども、でもぜひね、ライズアップ挑戦したい方はですね、私を通していきますと、今なら入会金5万円が無料になりますので、ぜひご参加ください。ありがとうございました。同い年でしょ。そう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 、同い年なんですよ、実は。先輩、いや、先輩じゃないですか。いや、僕もですね、もう20キロ以上全盛期から太ったので、まあ、ちょっと、はい、いろいろ考えますね。はい、でもぜひライズアップ行かれたい方はぜひ有村さんにお話を行って聞かれてみてください。いや、今日はありがとうございました。